ちら。あれ？敵もう寝ちゃった？ここでブイーンってなるから、待って待って、どんぐらいの、あ、こんぐらいまでしか届かないんだこいつら。なるほどね。あー、ちょちょちょ、なるほどね。弓はもったいないから、スタンで、あ、うん、で、あいつですわ。ポジショニングが、これでいいかな、これでいいかな。よっこらしょ。もうボスなんこれ、ここでもうボスなんいいの、え、まだだよね多分まだボスではないと思ったんだがな、どうなんでしょうね。うえ、虫いっぱいいる、気持ち悪い。あー、なるほど、なるほど。わー、ちょっと待って待って、落ち着けて、燃えたし燃えたし。あー、ちょっとなんかいない、ちょ燃えるし、燃えるからやめなされ、やめなされよ。これは、ちょっと待って、お、弓あんじゃん。ちょっと待てよ。どうやっていきますか。虫めっちゃいるもん。気持ち悪。これは？あ、倒れるんかーい、倒れるんかーい。今までこんなのなかったじゃない。倒れるのかよ。普通だったわ。これ弓矢で倒してった方が安全かー。と、と、と、そうねー。倒しながら。どうせ弓矢、ドロップするしな。オッケー。で、お、ワニいるじゃん、特産品いるじゃん。尻尾を必要に狙う。あ、ちょっと、あ、ちょっと、ごめんって、こっち見ないで。よし、かわいそうだと思わないの、リンクさん。こんな小動物をいじめてさ、小動物なのかどうかちょっとよくわかんないですけど、ちょっと5匹いない、5匹、ちょっと家族だった、おじいちゃんとおばあちゃんも含めた家族構成。よいしょ、登ってリンクさんで、あ、ちょっとフライングしてるよあの子たち。これ虫っていうかあれか、ナメクジ的な、ナメクジ的生き物？こんなもんかな？よいしょ。ん？おりゃ。せい。あ、ハートマックスか。はいはい、じゃあ行きましょう行きましょう。で？うん。あー、わかった。わかり申した。こうやって、こうなって、ブーンと行くじゃないですか。こうやってこうなってブーンと行くじゃないですか。あれ？ワニコウがいるぜ。ワニコウが。わ、ちょ。怖い。どうなってんの？ここよ。で、ここの下ってちゃんと道？溶岩ですな。ここかな？この下ってちゃんと道？あー、もう酔うよ。よいしょ。こう。して。
してこうなってこうこうですね。あ、ここって前来たところ、ボス部屋どこだ、ここ。あ、なんかある。ボス部屋ってどこかな。ガチャ50円。ボス部屋やーい、出てきてー、ボス部屋。ん、あ、なんかある。ここでパーン、パーン。なんで片方は切れないんですかね。よいしょ、よくらしょー、ほい、こんでちょ。ここでいいの、あれ、ここでよかった。ボス部屋、ボス部屋、ちょっと待って、地図なかったっけ。どう、ボス部屋、これズームできないっけ。ボス部屋2階1階、あそこか、あの右、右んところかな。だとしたらこう行って、まっすぐ行って、わ、なんかここ変なのいるじゃん。なになにこれ、これ、あ、ごめんなさいごめんなさい、ごめんね。あ、なるほどね。こっから戻っていって、こっから戻ってくるときに今度は弓矢を使えるよっていう寸法ね。なるほど。わーっと、ごめんってまた来たよ、この変態。ハート出ないかな、出ないかな。で、うわー、そうだ、この人たちいるんだった。うわー、危ない危ない。そうだそうだ、この人たちもせっかくだから倒そう。さあさあさあ、ダーン、はっ、ザコが、ザコ落ちよっからしょー。そしてやっぱここのダンジョンなんか前と比べて短めな気がするな。こっから長いとかいう落ち、あれ、ここにいたっけさっき。おらおらおら、なんか増えてやがる。おい、仕事しろお前ら。さっきは、さっきはいくら遠くても弓矢撃ってきてたじゃない。仕事しなさいよね。あ、気づいた。仕事し始めた。仕事しろ。どっかで指揮している人がいる？こいつ倒したい、こいつ倒したい。ちょ、待って待って待って。よし、いける。バーン。何かないかな。お、よしよし。こいつってこれなんかあるんじゃ。お、隠し、隠しあるじゃん。なるほどね、隠しがあったわ。そいで持って、お、何やりますか。お前らのそんな貧弱な弓なんか効かないのよ。あ、爆発した。うわ、なんかリアル、リアルな死に方リアルな死に方してる。心臓出てる。で、ん？どこ？あ、そこ？いや、やめてよ。よいしょ。やめなすって。ちょっと、撃ってきてるもん。あ、あの上か。あー、なるほどね。あの上ですか。あ？こっ
これどうやっていく？あーん、どうなってんの？とりあえずあいつを殺したらいいのか。あ、こいつ殺しても別に関係ないんだ。お前らちょっと指揮してた人死んだよ。ちょっとぐらい悲しめっていうの。あといない？よし、でどうなってる？下、あ、ちゃんと道がありますね。よいしょ。ここ刺さる？届いてないか。じゃあこうやって待ってて、あれ？あー、よいしょ。こうして、どこを狙うの？これ？うわー、ちょっと狙いづら。何これ？うわー、酔うよー。ピンクさんの帽子が、ピンクさんの帽子がピョーンってなってる。ピョーンってなってるよ。お、うまい、ぶち抜いたね。ここの下って水になってたんだ。へー。で、どのタイミングで降りればいいかちょっとよくわからないですね。このままこう行くから、ここですか？あ、ここでした。いやー、ここですか？ボスさん、ボスさん、ここですか？まだ何かありますよ。まだ何かあるんですか、ユミヤ？あ、なになになに、なんか飛んできてる。あ、怖いよ。あ、わあ、ちょ、思いっきり撃ってきてる。思いっきり撃ってきてるよ。やるわね。あれ、刺さるし。やるわね。う、相打ち。相打ち。お、なんか人出てきたぞ。あいつやられたぞ。つって人出てきたよ。おらおらおら。待って、熱い熱い、刺さってる、普通に刺さってる。グロい。ちょ、上からも来てるし、上からもなんか飛んできてるし、危ない。で、あ、いるじゃん。まだいるじゃん、普通に。で、ちょっとハート欲しい。ハートない。仕方ない、行くしかない。もうここボスでしょ。あの辺撃てばいいのか。なるほど。はーい。あー、もう続々来るじゃん。大人気かよ。大人気だよ。大人気だよ、もうリンクさん。続々来るもの。とどめとどめ。あ、ちょ。まだ生きてるもん。ちょ。あー、気持ちいい。こりゃ気持ちいい。あ、心臓がいっぱい出てきた。よっしゃ、みんなの心臓を携えて。リンクさん行きまーす。すごい。鳥が苦手そうなドアだね。なんで鳥ってさ、ああいう的みたいなやつ苦手なんだろう。鳥よけでよくあるよねー。鳥よけでねー。お、暗いですね。電気つけてー。扉閉まったことに対するリアクションが遅いリンクさん。めっちゃ怖いんだけど、ちょっと待って、熊の剥製見てるみたい。熊の でかい、ちょっと、あ、怖っ。死にそう。何回か死にそう。何回か死を経験しそう。あー、怖いよ。うわー。月のワグマじゃん。クマじゃん。燃えてる。バーニングクマ。バーニングクマじゃん。ちょっと、うわ。それ簡単に外れるなら、なんで今まで外さなかったし。マグドフレームス。覚醒火炎銃だって。あ、なんかかっこいい。
音楽かっこいい。あ、柱があるからこの柱に隠れてうんたらかんたら。おお何今の、ちょっとミドナさん、ミドナさん見た今の、すごい。おい、あいつの額を見たか。あの額の光ってるところから強い魔力を感じるぞ。あ、分かってる分かってる、めっちゃ見た、めっちゃ見たよ。あー死ねて、今どこどこ、いけるかいけるか。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、熱い、ちょっと熱い、ちょっと待って。そこ、あーちょっと、痛そう、痛そうにしてる。お、痛そうにして、痛そうにして、どうする、どうする。ん、この状態の時なんかできる。あ、なんだなんだなんだろう、今の状態の時に何かできるかな。あー、すごい殴られましたもの柱壊れるな。この柱壊したらこの下のやつもしかしてあれかな、落ちるのかな。あ、ちょっとバーニングしてる、バーニングしてる、めっちゃバーニングしてるよ、熱そう。ん、この時に何かできんのかな、切れる。ちょっとここ、あ、掴む、掴むとかできる。え、こうやって、あ、こけさせるのか。なるほど。離して、そして、このケツを、ケツを、あ、ケツ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 、ダメだ。ケツダメでしたわ。なるほど。そういうことね。もう分かってしまったよ。分かってしまったよ、君の倒し方。勝ったな。しましたな。よし、こうして、いや、しかしでかいなこいつ。あ、待って、掴んで掴んで、よいしょ、で引っ張ると、よっこらしょ、こーらこけろ、こーらこけろ。ちょっとちょっとバカみたいな、ちょっと離して離して、バカみたいなこけ方するね。掴んだまま移動するのちょっと面白すぎだから。はーい、うん、ちょっと、いやー、バーニングしてるよこいつって。これちょっと単調じゃない。ちょっと焦ってる、焦ってる。ちょっと焦ってるよ。ちょっと単調では なくて、あ、ごめん、掴んで、はい、よいしょー、こけろこけろー、ドドン。本当にこれで終わり？もう一段階来る？何か、ラララら、死ねー。おおお、どうなる、どうなる、おお、もうそれ体どうなってんの、実体がないじゃない。おー、あ、あの仮面がついてるから。お、頭からハート出てきた。あー、シャキーン、かっこいい、リンクさんかっこいい。刻みのりー、よし、ゲットゲット。なんかここのダンジョンは割と楽しかったし、短かったかも。クークーよくやった。これで影の結晶石は2つ。よしよし、ご褒美にお前に面白い話を聞かせてやるよ。なんすか、ちゃんと。何それ。それはこの世界に影の領域を広げていった影を支配する王と呼ばれるやつの名前さ。忘れそう。やつは強いぞ。今のお前とは比べ物にならないぐらいな。だけど私はザントが我々の王だなんて認めない。そしてこの光の世界を治めているのがあのぬくぬく育った姫さんたちだということもな。じゃあどうしたいんですか、ミドナさんは。かといってあの姫さんをどうにかしようってわけじゃないぜ。優しい。私は影の結晶石さえ手に入ればそれでいいのさ。
分からんな。さあ残りの一つ頑張ってみようか。クークーテンション高いっすね。みどもさんどうしたんすか。この人そのままにしといていいの。あやだ、美白美白美白。リンクさん嬉しそう嬉しそうな顔。こんにちは。あれこんにちは。お顔を見せて、お顔。お生かした髪型してんねあれなんでこんなとこに。うー頭が痛いごろ、頭痛が痛いごろ。それだけ、それだけ、え、それだけ。あとた頭が痛くて何も思い出せないごろ。あーそれだけですか。じゃあ帰る。ないんじゃないないんじゃない。この人も自力で帰れるでしょ。あー刻みのりになっちゃう。刻みのりか。さーてとー、セーブしましょうか。セーブして、まあこれで長老だっけ、長老を倒したんじゃなくて助けたんだし滑舌、助けたんですし、お寿司報酬はたんまりもらえるんだろうな。勇者リンクよ。はいはい。ここより北の大平原にある巨大な石橋を越えた先、精霊ラネール、ラネールが守りし地に、ちょっと滑舌やばい、何時が探し求める者はいるであろう。ほう、キリ、イリアちゃんがね、いないもんね。ドッタン、リンク、ドッタン。あ、ドッタン。あ、そっか、こいつ、惹かれたんだっけ。惹かれてたんだもんね、コリンくん。イリア姉ちゃん。イリア姉ちゃんを助けてあげて。やだ、いい子。きっと他の場所に連れて行かれたんだよ。僕が頑張れたのはリンクとイリア姉ちゃんがいたからなんだ。いい話、いい話やな。ほら僕はもう大丈夫だよ。あらコリンくん立派になって、口開いてんぜリンクさんリンクさん小汚ねえな。ねえトワル村でリンクに行ったこと覚えてる？なんだっけ、僕リンクみたいになりたいんだ。そんなこともあったっけね。だからもう心配しないでイリア姉ちゃんを助けてあげて。いやーいい顔になりましたよこの子も。この子たちのことは私たちに任せてください。え、裏に返す。だからあなたは安心してあなたを必要とする人々のところへ行ってあげてください。あれ村に返さないのこの子たち。そのお姿を見ているとハイラーに伝わる偽の勇者を思い出します。勇者ですもの。あなたにハイラルを作りたまいし、神々の祝福があらんこと。はい。あれ？こいつら村に帰んないの？やっぱりちょっとこれ、マロがラスボス説あるな。マロがラスボス説。今も会話に参加してこなかったし。ちょっと待って。ゴロンゾくんところ行こうよ。せっかくだし。お礼はしてくれるんだろうな。ねえ。ね。あれ？ゴロンさんいるじゃん。なになに？出張？あれ？てか、結構いるな。結構いるよ。族長と俺たちの大事な鉱山を作ってくれて感謝してる頃。族長か。この村の人にも随分と迷惑かけたからな。これから俺たちが恩返しするマンゴロ。さあ、オラの背中に乗ったらホテルの温泉までひとっ飛びから？乗る乗る。どういうこと？よしよし、背中に乗るごろ。どういうことなの？乗るけど。どうなってるごろ？え、どうなるの？わー。あ？どういうこと？あ、そういうこと？上に行けるってことね。ホテル、あ。もしかしてここもゴロンが経営することにしたってこと？そういうこと？痛い。温泉？温泉。ホテルの温泉までひとっ飛びご。どういうこと？よいしょ。
あ、ここ。へえ。こんにちは。ふう、夜に備えて体を温めてるごろ。コロ。おいら夜はボム工房の向かいで商売してるからよろしくコロ。ちっちゃい子だ。あんたが族長を助けてくれたおかげで俺たちも村まで降りられるようになった頃、この村も化け物どもの被害に遭ってないかと物入りだろうから息子と一緒にいろいろ運んできた頃よ。夕になったら明日で息子は店を開けるからあんたもよかったら寄ってくれ。それって爆弾とか買えるのかな。どうかな、どうかな。ホテルってこれもしかして経営し始めたってこと。あそこってあんなことになってたんだ。ホテル経営し始めたのかな。どうなってんのよいしょー、うわー、よいしょ。で、ここが確かホテルだったんだよね。ホテル、ホテル、止めて止めて。ガチャガチャ。こんにちは。あれ誰もいない。あれ誰もいないじゃん。ホテルやってんのかと思ったじゃん。ガチ。お、あれまだ安静にしてなきゃいけないんじゃん。ほらコリン、お粥を食べましょう。その前にほらこれを飲むといいわよ。精霊の泉と温泉の水をブレンドした特製ドリンクなんだから。温泉の水飲んじゃダメじゃない。もしかしてこの子女の子。あれ何これ、モテモテの図、モテモテの図。はあ、なるほどね。モテモテじゃんか。あ、弓矢出せない、くそ弓矢出せねえ。なるほどね、そういうことね。はーい、わかりました。コリンくんはあんなにモテてるのに、リンクさんと来たら、リンクさんと来たら、もう。さてさて、他になんか変わったことあったかな。乗らない、乗らないっていう。また鉱山入るようになったからな。バーンズに爆弾の材料を届けに来た頃、早速売り出したみたいだし、あんたもバーンズ印の爆弾の破壊力を試してみるといい頃。そうそう、あんたこの店の屋上に行きたきゃ俺が飛ばしてやるぜ。ちょっと待って、じゃ屋上に行きたきゃって屋上になんかあったっけ。うわ、ちちち、ガチャ。爆弾もう手に入れられんの。こんにちは。爆弾売ってる？あ、売ってるわ。あれでも袋とかいんのかな。はい。まだ一種類しかねえけどな。倉庫さえ無事だったらよ。倉庫かー。知らないな。きっと上の方にあったやつだな。新型爆弾。買える？ゴム袋。今なら袋に爆弾をぎっしり詰めたプレミアムパック。え、くれんの？買う。弓と合成すれば爆弾屋にして遠くを狙ったりもできるんだ。詳しくはまた手紙送ってやるから時間のある時にも読んどいてくれよ。あれ普通に もらえた。へえ。はーい。え、ちょっと。弓と合成しない。弓と合成しない。へえ。ちょっと、なんで部屋の中では使えないの、爆弾。使えるようにしといてよね。じゃあ爆弾使ってみようぜ、ちょっと。ここにいいゴロン族が。あー、なるほど。こっかな？あー、いいですね。強い。こいつ強い。ゴロン族のところ行ってみたいな。ちょっとどうなってるか。そんなに変わりないのかな。
どう思う？言ってもなんか別に感謝されなさそうだしな。よこらしょーい。行った。ここ上がってなんかある？よいしょ。別になんもないよね。じゃああれだ。次は北でしたっけ？北に行けばいいのか。なるほどね。じゃあ今回はこれで終わりにして、次回その北だっけ、北だよね、北に行くんですよね。ラレーネのうちに探してるやつがいるんだらよかったじゃないか。かかりこ村の北にある影の領域を目指せばいいのさ。はーい、じゃあそこに行きます。お疲れ様でした。